光も行って3本連続で投げるよ。ピッタリ光も行って3本連続で投げるよ。ピッタリちゃんとコントロールする。最後まで足でこう回すような感じだよ。あかり準備してる。しっかり。ももで投げ払うんだよ。あかりって。そう。回す最後まですぐ立つ。そう。で、グイって上げないんだよ。飛ばなかったら手でコントロール、あとは足で、おけつじゃなくて。おけつ上げたら相手置いてきちゃうんだっつってるじゃん。ももの後ろだよ。ももの後ろで相手の胴体をぶった切る。そうすれば勝手に前に突き倒すと倒れるから。あ、光ケツ出すなよ。足で投げ払うんだよ。ぶった切る。ケツが出てるから飛ばねえんだよ。だケツが出てるから飛ばねえんだっつってんだよ。2の足の一番最後考えろよ。なんで投げねえ。言ったじゃん、お前がダメだって思ってるとこが一番よくできてんだよって。できない子の特徴って言ったじゃん。なあ、できない子の特徴つったじゃん。ケツじゃないよ、ケツ。ケツじゃないよ、ケツじゃ。ももの後ろ、もものここを当てろん。裏もも。そう。もっと上。そう。もっと上だよ。はい、お疲れ様でした。ちょっともう一回投げて。さっき2回目の方が良かった、ちゃんと。もう一回投げてっつってる。2回目のやつでだよ。でケツが先に当たってダメなんだっつってる。もう一回もも意識しろよ。もも、もも先当てるように。そう、忘れないでね、それ。